第4代、ダーンリー伯爵第4代、ダーンリー伯爵ジョンブライは、イギリスの貴族。1781年まで、クリフトン教の儀礼称号を使用した。第3代、ダーンリー伯爵ジョンブライとメアリンストイットの、息子として1767年6月30日に、生まれ、1781年7月31日に、父が死去するとダーンリー伯爵の爵位を継承した。 1784年11月16日に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学、1793年7月3日に、DCL の学位を習得した、コバムホールという邸宅に住んだという、第4代、ダンリー伯爵は、アマチュアのクリケット選手であり、1789年から1796年まで、ファーストクラスクリケットの試合で、 通算27回参加した。弟エドワードと共にケントカウンティのクリケットチームを応援した。二人はアイルランド初のファーストクラスクリケット選手と呼ばれたという。1810年3月22日、王立協会フェローに選出された。1829年、第6代レノックス公爵及び、 第3代リッチモンド公爵チャールズ・スチュアートの妹キャサリンの血を引いていたことを根拠に国王ジョージ4世に対しレノックス公爵の爵位への請求を提出した。第6代レノックス公爵が1672年に死去した時、爵位は国王チャールズ2世が継承したが、チャールズ2世の父チャールズ1世の男系男子の血筋は1807年のヨーク枢機教皇ヘンリーの 死去で耐えていた。請求は、貴族院に回されたが、貴族院が決定を下すことはなかった。1831年3月17日に死去、長男が溶接したため次男エドワードが借を継承した。ジョン・リチャードソンは現カナダ領、ノースウエスト順州のダーンリー1を第4代、ダーンリー伯爵にちなんで命名した。1791年8月26日、 エリザベス・ブラウン・ロウと結婚、四男三女を設けた。ありがとうございます。